どんどんいきますよ。はい、はい、今日ご紹介するのはこちらですよね。フランス代表の新しいニューエラ社、ニューエラ製のトラッカーキャップ。トラッカーキャップって知ってませんよね、さっき調べるまで。なんだかご存知ですかってこと、こういうこと。いいですね。トラッカーキャップっていうのは多く最近結構あるんですよ、他のシリーズでも。トラッカーキャップってで絵面見ると、文字だけ見るとトラックの人が人の帽子みたいな感じなんですよ。ところがトラックの人がこの帽子をかぶってますかって話。そんなにこんな見たことないですよね、今この現世っていうか今はね、ですよね。そ昔これね、調べてください、面白いから。トラックキャップっていうのは合ってるんですよ、トラックの人がかぶってたっていうのは。そこまでは理由は合ってるんですよ。いいですか。そもそもの由来としてはそこからなんですけど、いいですか。この帽子、こういうの比べてもらうと分かるかもしれませんが、後ろがこうやってメッシュになってますよね、はい、こういうとこが、はい、メッシュになってますね。で昔はですね、ここはやっぱ安価に作れたんですよ、メッシュの方が。この生地よりもね、もちろんそれはそうですよね。で大量生産できたんですよ、はい、そこでですね、アメリカでですよ、昔アメリカで企業とかがロゴとかを入れてでですね、安価に大量に作った帽子をですね、トラックんちゃんに配ったらしいんですよ。全国物流、そうそう、隅々まで物流行くじゃん、はい、それが由来となってトラッカーキャップと言われるようになったらしいんですね。いいですね、そこまで OK ですね、はい、ただじゃあ現時代、現代においてこいつが安価で大量に作られたかというと、そうではない。その流れを組みつつもね、こうニューエラさんがそれを作るということですよ。もちろんメッシュで通気性バッチリね、ということでそんなに安価には作れてない。こういうところがさすがのニューエラ仕様になっております。ただ一点、頭頂ここですよね、ここは金属使われてますですね。で後ろ側はこのタイプ、俺それが好き、パチパチタイプ。俺も結構これ好き。これもそうじゃない、ほらね、簡単だからね、うん、パチパチタイプなんですよね。です。でもちろんでございますが、こちらは 100% のポリエステルでチャイナ製になっております。こちらにはですね C だったらいいんで、もこれはもしかしたらリサイクルポリではないかもしれない、ノーマルポリじゃないかなっていう気はします。だって絶対そしたら書いてあるからね。でですね、まあもうなんていうの、もうこれだったらフランス好きな人でしょ。ちなみにですね、このお洋服とかこうやって普通に着てるじゃないですか、はい、でまあコーディネーションしてんだなとか皆さん思いだと思いますけど、そんなことないですからね。私服ですね、マジの普通にこれ着てきただけです。今日撮影があることも知らずにね、あのね、うちの動画ですよ、この YouTube ですね、はい、おかげさ、あ、じゃあ何言って、やべえ、一番大事なこと忘れてました。何すか。ついにですよ、うちのチャンネル登録者数が1500人にいったんですよ。はい、拍手。あのもうね、1000人から1500人は早かったね。なんか何もやってないのに勝手に増えてったみたいな感じで、あれもうありがとう皆様、ほんとこんな私に毎日会ってもさぞかし嫌な気持ちされたら見ねえか、あのね、うるせえやつだと思ってるかもしれませんけどね、一部本当の一部の方はですね、毎回見ていただいたりとか、あとはですね、買う時のサイズの参考になったとかですね、嬉しいお言葉を頂戴してるんですよ。にもかかわらず最近気がたるんねんだよ、編集組してる、編集間違えてね、お客様に間違えてますよって結構突っ込まれてんですよね、タイプミスとか誤植とか言いますけど、頑張ろそこもうね、昔の 2,3 人しか見てない動画じゃなくなったんだよ。ちゃんとそこも集中してやんないと変だよ、変。ただそういった意味でですよ、脱力していくっていうところは続けなきゃいけないから。そうですね、だから裏側言っちゃうとですよ、これすごいことに台本とか1ミリもないですからね。前も言ったかもしれないですけど、いきなり渡されて、はい話してくださいって言って用意スタートみたいな、そういう感じなんですよ。これで話してるんで、だから余計な話が多いわけですよね。このいきなり商品だけで説明しろって言われても無理やろみたいな時もあるんですよ。ただそれをですね、どうにかこう
投げられた球を打つわけですよね。どんなもう大谷系のスライダー来てもついてくぞっていう、そういうね、空振らない。最近ちょっとあの野球系でハマってるね、なるほど、そういう感じでございますのでね、ぜひ皆さんこれから1500人と言わずにです、2000人、3000人、5000人、1万人って、1万行ったらマジで行きますよ。 YouTuber 行かなくても YouTuber だって言われてるんだね、最近1500人やからすごい。そうだよ、ありがとうございます。いや、いいですよ、ちゃんとご丁寧にちゃんと説明します。いいですか、こちらの商品はですねメッシュになっておりまして、サイズは変更できます。こちらのですね、刺繍、こちらもですね、あんまり盛り上がってない刺繍ですよ。あの 3D 感は微妙にちょっとあるけど、もちろん触るとダメですよ。そんなに盛り上がってない刺繍になってますね。はい、というわけでですね、いいですか、トラッカーキャップの話は皆さんおたまに覚えて持って帰ってくださいね、はい、これであの次使える、なんていうの、はい、ああ俺に言われたんだよね、あの小ネタですよね、これ大事ですからね、ぜひぜひ覚えておいてください。はい、というわけでですね、こちらの方にもですね、取り寄せメインとなってございます。東京店、福岡店にちょっとしか在庫ありませんので、ご希望の方はですね、ウェブの方でご注文いただければとですね思います。はい、というわけで1500回記念なんとかっていうのはやりませんでしたが、ちょっと考えてはいる。2000人はやるよ。ドカーンといくよ、ドカーンといくよ、もうドカーン、もうこちらのこいついっちゃうかもしれない。プレゼント。怖っ。那覇空港にいっぱいあるから。こいつがいっちゃうかもしれない。はい、もうなんか考えてますね。2000人までぜひ身の回りの方をお誘い合わせの上、私の小ネタをですね、覚えていただければというふうに思っております。はい、というわけで今日ご紹介したのはこちら、トラッカーキャップ、フランス代表のトラッカーでした。では。